耳真っ赤。え？どうも、東京挫折組です。よろしくお願いします。今日の企画は、流行しろ、ツイッタートレンドクイズ。いやー、瀬戸さん、YouTuber たるものね、トレンドに敏感じゃないといけない。ツイッターのトレンド、ツイッターのトレンドっていうのはね、やっぱりこの世の中の動きとか、これから流行りそうな商品とかね、それを知る上で結構重要な指標になるものじゃないですか。で、今回私クイズを用意してきまして、で、瀬戸さんツイッターもうずっと張り付いてると。ずっと見てる俺。だから今回はツイッター博士である瀬戸さんがね、今のツイッターのトレンドからワードをね出していただいて、はいはい、僕が知ってるかどうかっていうね、そのワードがどういうものかっていうのを当てていこうじゃないかという。まあ見てるもんね。僕ツイッター結構見てますね。まあだから全問正解して当たり前です。YouTuber だったら。それはそうです。やってみた方が早いと思うので、早速やってみよう。はい、ということでね、早速始めていこうと思うんですけども、トレンドなんて毎日変わりますから、今日8月8日の8時半のトレンドから。はい、聞きます。はい、どうぞ。青春ファイヤーワークス。ん？え、瀬戸さん知ってんの？青春ファイヤーワークス。私はもうこれ知ってますね。何、青春ファイヤーワークス。今日私興味のある分野でした。これはなんかアイドル番組じゃない？違う？アベマの。アベマ流行ってるから。それでいいですか？うん、それでいいです。わかんないんだって。いや、ヒントがあるんだったらね、瀬戸さん知ってんだって。ヒント、俺が子供の頃から大好きな事務所のワードです。あ、じゃあジャニーズだ。おお、ジャニーズの、じゃああれだ、曲だ、なんか。おお、それ誰でしょう。わかるわけねえだろそんなの。いや、スノーマンだ、スノーマン。違いますね。じゃあキング&あの、なんちゃらだ。じゃあ、違います、違います。そんな当てずっぽでどんどん言えば当たるでしょうってのはよくないです。じゃあわからないですね。じゃあこれは関ジャニ∞の曲名です。ああ、なるほど。関ジャニのメモリアルムービー18歳、それの動画が公開された。これ1問目にしてはちょっとね、難しすぎました。もっとなんか流行ってるなんかムーブメントからね、やっぱ出して。ああ、じゃあ出しますよ。もう全然。努力義務。努力義務？うん、それはみんなね、あるでしょ、その義務は。これも瀬戸さん知ってます？努力義務。え、これはね、これはね、ニュースでしたかな。政治系かな。いいとこ行ったんじゃないですか。じゃあ麻生太郎さんの発言ですね。努力義務があるからねって言った麻生さん。はい、違います。何ですか努力。これマジで難しいな。新ワクチンの5歳から11歳は努力義務で接種を協力してもらおうと。ああ、ね、なるほどなるほど。ちょっとこういう政治系もちゃんと入れてきますんで。やっぱね、これトレンドっていうのは日ごとに変わるんですよね。まあ言い訳はいいでしょう。続いての問題。うん、耳真っ赤。え、誰が耳真っ赤になったんでしょう。今流行ってる子が耳真っ赤になったの。うん、アイドルです。しかもこれスーパーヒント、トップアイドルです。じゃああれだ、中居くんだ。中居くん。中居くんトップですけど、中居くんではありません。今やってる番組何ですか、この時間。いや、言いますよ。ネプリーグ。ネプリーグで誰かが耳真っ赤になりました。ネプリーグ？ヤムピー、ヤムピー。あー、違いますね。わかんないですか、もう。これわかんないですね。誰ですか、これ。これは、嵐の二宮くんです。二宮くんが、ネプリーグに出て、耳真っ赤になっちゃいました。それがトレンドになる。あ、これがトレンドですね。この時間帯っていうのもヒントだね。テレビ番組でもあるもんね。じゃあ最後の問題、これ1問当てたい。いきますよ。はい。橋本徹をテレビに出すな。いや、これダメでしょ。ステラーステラー。ステラーステラー。うん。若い子が興味があるようなワードですか、これ。多分若い子だと思います、これ。じゃあ当てとかないとダメだから。ステラーステラー思いつかないですか。番組じゃないの。番組ではないですね。場所、流行りのスポット。さあ、そのスポットはどこでしょう。あの、恵比寿に新しくできた施設、ステラーステラー。ファイナルアンサー。はい。残念。なんなんですか、ステラーステラー。これはスタテンのステラーステラーです。スターテンドでステラーステラー。はい、そのだから、ステラーステラーって何なんですか。上闇ミトワース生誕祭2022で披露したスタテンのステラーステラー。どういうことだ。出てくるワードも全部いいんだから。俺
ちょっと読み方も多分間違ってるじゃん。上闇とは。ツイッター今トレンドがずっとその上闇とは生誕祭2022がもうトレンド1位。じゃあもう YouTube とかも YouTube ライブとかでやってるのかな。じゃあ何万人も見てるよ。66,733件のツイート。あ、でもこれはいいですね。トレンドっぽかった。でやっぱこれジャニーズとか VTuber の方とかは結構トレンドに上がりやすいということで、これねまたやりたい。ちょっと YouTuber たるものこれからも勉強していかなきゃいけないせんのでね、今回の検証結果、トレンドは毎秒変わる。全部知ってない。東京挫折組です。お願いします。